持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか？それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、さくらさん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リサ。カカシ、カンチ忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、九時の方向をカバーしつつ、万事の陣を基本としよう。霧と、それにこれは霊気ですか？カカシ先生、これって…ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。お前がいるということは、あの子もいるんだろう。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくと、ハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界。もうお前たちの来る場所じゃないのさ。ザブザ、ハク。おお、大きくなったな。カカシの部下のくのいち、あの小僧は元気にしてるか？え？うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人形。お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう。そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブさん、カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれど、こうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザは君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん、あの時俺は初めて負けた。カカシ、容赦すな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。メガ。来るぞ。
戦闘開始。相変わらず強烈な策を発するさ。ザブサ、こんなところであの二人と再会するなんて。ナルトが知ったら、なんて言うのか。最後だ。お待たせ。私の急所を狙ってくる。油断すれば俺も危ないな。遅い。まさか、ここまでと。カカシ、これは…ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び型な死人衆の前任者たちだ。ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。うん。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは3人分かれてのカッコ撃破に努めた方がいいと思う。多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい。押す。七人衆、なかなかの相手だ。だが俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。ムナシ陣八は格闘シリーズを使う。あの方に、
爆発の図式が書いてある。爆発に注意しろってことだ。この爆発力とんでもないよね。強引に近づくのは必殺じゃないけど、やるしかない。こいつはフォーズディ満月、兵士の中でも特に危険な男だ。この感じただものじゃないな。ライト牙の使いを見る場面に奴の雷撃で気をつけろ。雷の圧力しないか。動かさずに魔王が耐える気をつけろ。なぜこいつは刀を持っていない。こいつらを油断させる作戦か。息を合わせて、また呼んでください。熱いぜ。アサッチャック。アサッチャック。また呼んでください。アサッチジャック。激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。